能党半島地震は発生から2ヶ月が経ちました甚大な被害を受けた石川県輪島市では3年後をめどに日常を取り戻せるよう復旧を急ぐ考えです輪島が復興を遂げるその日まで共に未来を信じて希望を持ち諦めることのなくこの難局を乗り越えていきましょう 和島市の坂口市長は記者会見を開き、自らを本部長とする復興対策本部を今日設置し、3年後をめどに市民が日常を取り戻せるよう復旧を急ぐ考えを示しました。石川県ではこれまでに241人が亡くなり、1万人以上が避難所での生活を強いられています。 こうした被災者を支援するため、政府は1100億円余りの追加支出を決め、住宅再建などの財源に充てる方針です。能登半島地震の甚大な被害を受け、d x n チャリティー募金では義援金を受け付けています。皆様からお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災された方々に届けられます。